スノーマン目黒蓮、初共演の佐野優斗をインスタライブで下調べ、現場での無茶ぶりは、役に近い関係性でいたい、トリリオンゲーム。モデルプレス、2023年7月1日。7月14日スタートの TBS 系金曜ドラマ、トリリオンゲーム、毎週金曜夜10時、で主演を務めるスノーマンの目黒蓮と、俳優の佐野優斗が取材に応じ、互いの印象や撮影現場の様子、自身の役との共通点などを語った。原作は、ビッグコミックスペリオール、小学館、で好評連載中の原作、稲垣理一郎、作画、池上良一の同名漫画。現在6巻まで刊行され、漫画大賞2022のノミネート作品にも選ばれた人気作品。世界一のわがまま男、の春と、気弱なパソコンオタク、のガクという正反対の二人が、ゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れようと成り上がる前代未聞のノンストップエンターテインメント。主人公の春を目黒、ガクを佐野が演じる。